はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらは郡司スポーツの杉田健人店です。集まってくださるお客様、ね、メンバーの皆さん、そしてスタッフの皆さんとすごくいい方ばかりで、今日も楽しく気持ちよくレッスンさせていただきました。本当にですね、クラスに参加してくださる皆さんの、エネルギーがとても嬉しくて、私もすごくいい気分にさせていただけてるんですよ。だからもうすごくね、楽しくレッスンを、ガイドすることができております。ありがとうございます。はい、今日もですね、一緒にこの動画を通じて動きませんか、いや本当に心から動きませんかって言いたいんですよ。なぜかというと、今現代人は運動不足ですし、そして皆さんもご存知だと思うんですけれども、運動と栄養と睡眠、そして心のパワー、これっていうのは今もこれからも元気でいるためにもとっても大事なんですよ。体も心も元気でいるっていうことがすごく大事なんですよ。もしもですね、地位や名誉や財産があったとしても、肉体的に元気じゃなかったら、その持ってる地位や名誉や財産を生かせないこともあるんですよ。いや、というのは私いろんなところで指導してますから、学校以外も指導、ね、学校以外のいろんなところでも指導してて、またいろんな対象者の方にも指導させていただいてて、いろんな人を見てきた結果、この人ね、すごく地位もあるし名誉もあるし財産もすごくお金もすごく持ってるのに、残念、体がね、ちょっとこうなんていうか元気がないがゆえに、うまくねそれを生かせてないっていう人も多いんですよ。そして私が言ってるわけじゃないですよ、医学的な論文にも多いんですが、病気になりにくい人は断然、わかりますよね、ここまで言ったら皆さん想像つきますよね。運動してる人の方が、運動してない人よりは運動してる人の方が病気になりにくい ですよというような、そういう、いろんな、ね、研究データも出てるんです。特にまたがんとかもですよ、がんの名医の方自体も、運動したことがいい、した方がいいですよっていう書物も出してます。何人かの先生が出してます。でそして今ね、コロナ禍が拍車をかけちゃったんですけれども、心ですよ、心、心の元気という点でも運動おすすめなんですよ。で理想はですね、みんなと一緒に人とのつながりってすごく、何よりもやっぱり心がホットになって元気になりますから、みんなと一緒に動くっていうのがね、特にまたいいんですけれども、それでもですね、皆さんね、一緒に今日もこの動画を通じて、つながり合っているエネルギーで一緒に動きましょう、ね、なので、本当に本当に本当に運動大事なんですよ。あとはですね、日本は認知症がの方が割合が多いんです、他国に比べて。この多くの理由が、いろんな理由があるんですけれども、運動不足っていうのもすごく引き金になってるんですよ。逆に言うと、運動することによって脳が活性化、鍛えられていくんですよ。あれやこれやとね、いろんな体の部分を使うことによって、眠っている固まっている脳が目覚めてくるんですよ。仕事中ね、脳を使っているように見えながらも、実はですね、それ一部分しか使ってなくて、特にこの前頭部、そして他のところの脳は逆にグーッと緊張して固まってる。だから頭が重いとか眠いとかだるいとかってなっちゃうんですよ。寝ても寝ても眠たいっていうのは脳が疲労している、脳の酸素不足なんです。でもね、体を動かすことによって全身に酸素が行き渡るんですよ。はい、ということで、ちょっとお話が長くなりましたけれども、一緒に動きましょう。で今日はですね、膝も股関節も良くなっていくような、動きで、まあ、全身をね、動的ストレッチなどを中心に、進めていきたいなと思っているんですけれども、皆さんまずちなみにですね、こうやってしゃがんでいただいていいですか？しゃがめます？これなんですけどね、こう立っているところから骨盤が、傾斜するわけですよね。前傾していくんですよね。でもっと下がろうと思ったら、前傾している骨盤が今度後弯していくんですよね。そしてかかとがついてます？かかとがつかないという方はですね、しゃがみにくかったりもするだろうし、足首がですね、要は硬くなっちゃってるんですね。でもそれは足首だけの問題じゃなくて、股関節とか、骨盤自体の問題でもあるんですね。ということで、骨盤、股関節、膝が良くなるようなワークを紹介します。
皆さんちなみにこのしゃがんでるところからスーッと立ち上がれます？ちょっとしゃがんでください。立ち上がれますか？はい、どうですか？これがしやすくなっていくワークを、やりましょう、ね、そしてちなみに開脚とかあぐらもしやすくなります。ちょっとこれも比べてみましょう。この感じとこの感じですね、が良くなります。何度かですね、股関節や骨盤、膝が良くなるワークということで、動画を今までも、配信させていただいているんですけれども、それとちょっとね、被る動作が、多いですが、まあ、また一緒に皆さん動いていただいていいですか？じゃあ一緒にやりましょう。床を使って最初は行っていきます。スタンバイいいですか？ではちょっとこれぐらいの距離に離れていきます。はい、とってもシンプル、簡単です。整体師が整体をする趣味療法で行うものを自分の動きに置き換えるとこんな感じになるよっていう動きを紹介していきます。状態はですね、こう起こしてるのと下げてるとどちらでもいいですけども、まずは楽な力でバタ足です。パッタ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 。で、ついでに背中や肩をほぐしましょう。こういうふうに。体を左右に揺らします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、肩回し1、2、肩こりを緩和3、4、5。はい、じゃあ今度2つ目なんですけど、横揺らし1、2、3、4、5、6、これも揺らしちゃいましょう。状態1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そしてベタッとした方が楽でしたらベタッとなんですけども、円を描く感じで回します。1、2、膝が痛い方にもおすすめです。3、4、5、6、7、8、9、10、あと5回。1、2、3、4、5。あ、どうですか？今動いた足の方がスーッと長くなってますよね。それにヒップアップなってるんですよ。上から見てもらったら、動いた足の方がお尻がクッと上がってます。はい、じゃあ反対もいきます。1、2、状態を揺らしましょう。3、4、5、6、7、8、9、10、あと5回。1、2、3、4、5。はい、すっきりですね。さあ、じゃあこのままでもいいんですけども、できたらこうします。というかこれしやすくなってると思うんですね。はい、肩こり緩和1、2、3、4。肩回しなので、はい、後ろに背中ほぐしてウエスト引き締め1、2、3、4。口も、顎を動かすことで首や肩の凝りが取れるので、口も動かしましょう。1、2、3。 あくびがね、出やすくなります。はい、足を曲げれたら片方を曲げ伸ばし、はい、反対、6、2、3。はい、よいしょと。そしてこれでブル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 で、頭痛肩こりにもいいんですが、この頭をつけるんですけども、頭のてっぺんをつけるというよりは、後ろ側をこうなってますね、こう 後ろ側をつけるようなイメージで、はい、気持ちのいい角度を見つけていきましょう。はーと声出せますか？1、2、3、4、5。はーい、もうちょっとね、保持していただいてもいいんですけども、どうですか？目がすっきりしたと思うんですね。はい、そして片方の足を前に持っていきます。で、反対の足をですね、楽な位置に置いて、ちょっとこの体勢がきついわーという方は、これでもいいんですけども、いやこれもきついなという方は、この四つん這いの形でお願いします。はい、そしてこのままですね、背中を気持ちよく1、2、3、
こうやってるとですね、背中がほぐれていくんですけども、自然に足の方の柔軟性も向上していきます。はい、上下に動いて、むにゃっと背中や肩を気持ちよくです。ふわーっと伸び伸びとします。グー。そして、このままですね、こう横に出しちゃいます。で、こっちの足をこうしちゃいますね。はい。トン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 、まずこちらの足、はい、こっちもトン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 、はい、こちらは内旋外旋、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 はい、そして足首を回しながら膝の曲げ伸ばし、はい、そしていいですか、持ち上げますよ、ぐーっと伸び伸び、1、はい、2、動的ストレッチ、動きながらストレッチ、そして息締め、3、4、はい、今度こっちなんですけど、なるべくお尻をここをつけていただいた方がいいんですが、1、はい、2、はい、3、4、あともう1回、5、はい、そしてですね、この足をここに持ってきて、まずさすっちゃいます。またはこう、てん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 、てん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 とツボを押し、そして、ポン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 、さすります。はい、こっちもさすります。で、このままでもいいんですけども、よかったらグッとかけたらを、ここが伸びますよね。はい、そして、体を、なるべく上に引き上げて、そして、グーッとツイストします。はい、止まったままでもいいんですけども、できたらですね、揺らしちゃいます。どういうふうに揺らすかというと、こういうスパイラルをします。この方が自然にまた柔軟性が向上しながらやってしまいます。はい、1、2、3、4、5、はい、そしてちょっとここが伸びますね。ぐーっとお腹を引き上げて、1、2、3、4、5、ピーンって感じです。はい、じゃあ反対なんですが、まずは今と逆の方の足を曲げてください。そしてお腹をぐっと引き上げます。さあ、そして揺らします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、上下で1、2、3、4、5、はい、ぐーっと伸びて、ブルブルブル、口も動かします。ブル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 。はー、はー、くー。そして、ずらしちゃいます。さあ、じゃあまずこっちの足をポン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 。股関節、膝が良くなっていきます。はい、内旋外旋、内旋外旋、内旋外旋。ポン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 、足首回しに膝の曲げ伸びを入れます。股関節、膝が良くなります。ストーンで伸ばしてください。ストーン、はい、そして今度はこちら側から1、ちょっとミックスします。持ち上げる、はい、2、はい、持ち上げる、はい、3、はい、持ち上げる、はい、4、はい、持ち上げる、はい、あと1回、伸び伸びとですよ、ほーふっくん、そして足をさすります。またはてん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 、つぼ押し、つぼ押し、つぼ押し、こっちもてん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 、はい、そしてここはタッピングしちゃいますよ。で、足がつりやすい人はですね、ここが硬いんです、足の甲側が硬い、はい、さすります。さあ、じゃあこれをですね、よかったら、まあ、この位置でもいいですし、よかったらグッとかけてください。そしてふっと引き上げて、後円をこの骨盤からですね、骨盤が土台なんですけども、骨盤から円を描くイメージで、1、2、3、4、5、はい、ぐーっとスパイラル、はー、グッ。今度は反対なんですけども、で、じっと止まっているか、または、こう、円を描くイメージで、1、2、
3、4、5、はあ、ぐっと胸開いて、上にくーと持ち上げましょう。胸を持ち上げましょう。はあ、ぐっ。さあ、そしてですね、ちょっとこの形で、この形でですね、寝た体勢をとってください。そして、持ち上げて、万歳。いらします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、下ろします。そして、ここの恥骨に近いところから、閉じて、開きます。閉じて、開きます。はい、4、3、2、1で閉じてですね、この、こういうふうにですね、今こっち側伸びたんですけども、逆でこちら側を伸ばしたいので、膝は近づけて足の、足首は離してください。そして持ち上げますが、向こうに引っ張られている感じ。で、これで揺らします。1、2、ついでにちょっと手もですね、背中が開けます。3、4、5、6、7、8、9、はい、ゆー、そして倒しやすい方に倒していってください。倒しやすい、ここの横が伸びます。はい、で、顔はどういう角度でもいいんですが、気持ちよい角度で、で、片手を動的ストレッチ回します。1、2、3、4、はーく。さあ、これをですね、持ち上げて、ちょっと骨盤持ち上げて、反対、こっち内側伸びて、ここ外側伸びてます。はい、顔は気持ちよくいられるところに向けてください。そして腕を1、はい、2、はい、3、4、5、はーい、ですね。さあ、足をブラ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 伸ばして、ブラ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 、はい、ブル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 、抱えるか、もしよかったらですね、グッと持ち上げていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、これもね、気持ちいいですけども、はい、下ろしていくついでにですね、ちょっと5回だけ、いや、10回だけ頑張りましょう。お腹と足、はい、1、はい、あ、ちょっとかけてる、はい、2、はい、3、これすごく大事なもの、4、足とお腹の引き締め、5、今もこれからも元気で歩くために必要な筋肉を養いましょう。これはリハビリワークとしても必要な動きなんですよね。はい、ちょっと何回だったか忘れました。ついでにもう一個、回線、1、はい、2、はい、3、4、5、あと5回頑張れますかね。5頑張りましょう。はい、4、3、2、しんどいって声が聞こえてきそう。1、はーい、そしてちょっとどうですかね、グッと胸を押し出し、お尻も持ち上げて、一瞬持ち上げて、はーい、バッチリです。さあ、それではですね、起き上がっていただいて、どうですか、あぐらをしやすくなってます。開脚、どうですか、しやすくなっています。そしてしゃがむ動作はどうですか、しゃがむ動作、しゃがむのはしやすくなってますか、この辺ね、どうですか。じゃあ、しゃがんだところから立ち上がります。あ、ちょっとだいぶ距離を離さないといけない、こんな感じですね。はい、離れます。さあ、じゃあいいですか、回しましょう。1、2、3、4、5、引きます。1、2、3、4、5、ブル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 、はい、1、2、3、ブルブルブル、1、2、3、ブルブルブル。そしてここの胸ですね、
ハートはいつでも開いておきましょう。心のハートを、はい、そしてここです。ここをマイペースで伸ばします。しゃがみましょう。しゃがめるところまで。どうですか？しゃがみやすくなってますね。立ち上がります。頑張りましょう。1、一緒に声出して。2、はい、頑張りましょう。3、しゃがむと大事。はい、いいよ、足腰運動を。はい、5、あと5回いけますかね。5、一緒に声出して。4、頑張りましょう。はい、3、はい、あともうちょっと。2、はい、あと1回。いやー、どうですか。ほほほ、はあ、一緒に声出します。はあ、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はちょっとまた長くなってしまいましたけれども、膝も良くなります。股関節も良くなります。しゃがみやすくなります。あぐらもしやすくなります。開脚もしやすくなりますみたいなワークだったんですが、いかがでしたでしょうか。皆さん今日も最後までご視聴くださってありがとうございました。ぜひぜひ、これはですね、やりにくいところを省いていただいたら、すごくリハビリワークでもあるんですよ。立てない方もできるような運動のスタイルでもあるんですよね。でも立ってね、歩いてこれからも元気でいましょう。その元気でいるためにも必要な筋肉を、強化しました。強いだけではダメで、柔らかさも必要なんですね。硬いものっていうのはポンと落ちたら壊れちゃうけども、柔らかいものだったら壊れないんです。それは人間の体も一緒です。体もそうなんだけど心もそうですかね。心も硬いよりは柔らかい方が壊れにくいかななんちゃってね。皆さん今日もありがとうございました。生意気なことばっかりいっぱい言いましたし、長くなりましたがありがとうございました。またねー。